こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。痛みよる苦痛で歪んでしまった顔を笑顔にする鍼灸整体リーフ院長の笹原健太郎です。本日はこちらですね、片頭痛について話をしていきます。で、今日なぜこの話をするのかと言いますと、片頭痛っていうのは結構痛みがひどくて悩んでる方非常に多いんですね。で、頭痛にも種類がありまして、以前緊張型頭痛、コリからの頭痛について説明したんですけども、それとはまた違った種類の頭痛で対処法も全然違ってきますので、まあ、この動画と、まあ、これから説明していくので、次回の動画であったり でその中でしっかりとこの片頭痛について知っていただければなと思っております。はい、では片頭痛の今日は特徴ですね。特徴としましては発作的ですね。結構コリからの頭痛なんかはずっとなんか頭痛したりするんですけど、片頭痛の場合はもうマシな時もあれば急にもうズキズキってもう痛みが、でその痛み方が結構激痛なんですね。痛みがひどく出ます。これが結構緊張型のコリからの頭痛と違うところですね。もうコリからの頭痛はもうなんかずっと頭痛いのがもう長いこと続くような感じですけども、片頭痛も放射的に激痛が多いです。で、その痛みのが拍動性で結構ドクドクするような頭痛で、片側、両側の方もいてますけど、今日片側のこめかみあたりに拍動性の激痛が走ることが多いです。で、次結構ポイントなんですけども、ぬくめると痛みが悪化するんですね。で、緊張型頭痛ってコリからの頭痛なんかはぬくめると血流が良くなって頭痛が軽減したりするんですけども、片頭痛の場合は真逆ですね。ぬくめると痛みが悪化することが多いです。なのでこの辺同じ頭痛でもぬくめると悪化するのと軽減するのと全く違ってくるので、この辺もしっかり覚えておいていただければなと思います。で、特徴としましては、女性に多いですかね。女性に多くて、あと実は子供とかもなったりします。実は僕も子供の時片頭痛持ちで吐き気するぐらいでしたね。もうこめかみ痛くてっていうぐらい、女性、まあ、特にでも女性が多いですね。なので、こういった片頭痛特徴がありますので、この動画で覚えておいていただければなと思います。で、次回はなぜこういう片頭痛が起こるのかいう原因と、あと対処法について話をしていこうと思います。では今回の動画は以上になります。で、この動画を見て当院のこと気になった方は下にリンクがありますので、ぜひ覗いてみていただければなと思っております。はい、では本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございました。